はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、クロホーガンです。さあ本日なんですが、シンクロリンクフェスティバルがですね、本日より開催されるということで、まあ、ちょっとまだ撮影日今現在ではまだイベント始まってないんですけど、調整会とかをいろいろやりまして、私がおすすめのデッキをご紹介していきたいと思いまして、ブラックフェザー、めちゃくちゃ妨害数やばくて先行で、でしかもこのデッキいいところがそのストラクチャーが発売されてまして、なんかすごいね組みやすいと思うんですよね、他のデッキと比べて。でまあ UR 結構多いと思うんですけど、これ全部ストラクチャーで手に入るんでね、この辺は。なんでストラクチャー買っていただければある程度の UR は揃うと。であとはちょっと汎用のねパーツとして、なんかあの定位の竜騎神とか、レッドデモアビスとか、まあこの辺、まあ、バロネスとか、この辺はちょっと追加して買っていただければ、まあ、あの持ってる人も多いと思うんですけどね、この辺は汎用カードなんで、でこの辺追加していただければ、まあ、作れるんじゃないかなというところですね。で、シンクロリンクフェスティバルの、まあ、特徴としては手札誘発の中で増殖するGドロール&ロックバードが主に禁止になっている、まあ、ディメンションアダプターも禁止になっていまして、BF ってね結構ねその、まあ、ドロバとか G とかには割と得意な部類では あるんで、打たれてもなんとかなるっていう部類ではあったんで、まあ別に生きててももはや関係ねえなっていうところではあるんですけども、これデッキのねあのいいところはね、あれなんだよ、妨害数がやばいんですよ、あの先行で用意する妨害数が、まあ、シム初動またはスズリプラス、まあ旋風みたいな、まあ初動とか、まあいろいろ動き方はあるんですけども、まあもちろんバータプラス、旋風とかからでも一応動けるんですけど、まああのシムーンプラスなんか BF モンスターみたいなあの盤面の時に、まあ何も妨害なければなんですけども、普通に5、6妨害ぐらいはあの行きますので、まあ先行でまあ展開取れば負けることはないかなと思ってて、で無効系妨害にも意外と強いんですよね、なんか盤面にモンスターが出れば一応シンクロ召喚はできるんで、なんかその無効系妨害打たれて展開がギリギリそのなんか最大値まではいかなくても、なんか割とごまかしたりできるんで、ボレアースとか使ったりとかしてレベル操作したり、まあ盤面に並んだモンスターでまあシンクロ召喚したりっていうところで、だからまあ意外とまあ妨害にも強いのかなというところで、まあ、ニビルにはちょっと弱いんですけどね、はい、ということで今回シンクロリンクフェスティバルの展開系デッキが多いと読んでますんで、まあ、ニビルはちなみに私もあのガン詰めしております、はい、ニビルと、まあ、一応ウララとね無限保養は強いかなと思ってガン詰めしてて、まあ、この辺のなんかエフェクトベイラーとかはまあそんなに宝とかもあるし、まあ言うてねそこまでかなと思って、まあ普通に1枚ぐらいにしてて、はい、てか正直さこの何イベントって先行リセマラすればいいみたいな話もあって、別に負けても何もないから高校取っちゃったら先行取れるまでなんかリセマラしてなんかサレンダーすればいいみたいな話もあるんですよね。なんでまあこういう手札いいはずももはやいらないまでなんですけど極論ね、極論、まあ一応高校取った時に一応ワンチャン出るように僕は手札いいはずちゃんと入れて、回そうかなと思ってます。はい、ちょっとこのデッキのね弱点としてはですね、そのやっぱシムーンとかスズリから動けないってやっぱちょっと弱いので、その初動がここに寄ってるんですよ。だからまあ今回スモールワールドとか、まああと誘発だった時のね参戦の際とか入れて、一応ドローとかスモールワールドで、まあ、安定感出したいなっていうところ、まあ金券とかがちょっと禁止になってたりとかして、なんかあそこまでね安定感出ないんですけど、まあやっぱこの一気その通った時のやっぱリターンがでかいじゃないですか、なんかめっちゃ強いから、ちょっとやそっとじゃまくれないと思うんですよ。なんか双剣とかだとなんか割となんか 2,3 妨害ぐらいだと結構簡単まくれちゃったりするんですよね、相手のあの手札によっては。なんですけども、まあこのデッキだったらまあ大体先行展開通ったら負けねえっていうところが一枚いいところだと思うんで、はい、BF 好きな方はぜひインチキ効果ガンガン通して集荷してください。デュエルスタンバイ。ハンド強くね、これハンド強くね、今世紀最強ハンド来た。クロス旋風発動、ゾウジーとか泥場ねえからな、めっちゃ多分ねこれあの BF 強いと思うんだよ、展開通ればね。まあ、ちょっと2ミル重いけどね。でシムーン召喚して、で旋風で強すぎてくさ。これはねやっていいことと悪いことあるやつだね、これね。さすがに旋風はでスズリ持ってきて、で旋風でブライのバータ持ってきて、これ逆にサーチしすぎ注意だな。先にシャマールか、シャマール発動して、黒羽置いて、でちょっとやばくないこれ。スズリ召喚、スズリ効果、旋風効果。ちょっとさ、これサーチしすぎるとさ
カードデッキのカードなくなるんだよね。バーターのコストなくなるみたいな話あるから、ちょっと待って、これやりすぎるとやばい。待って、バーター大丈夫か、言うてバーター死ぬかはちょっともうちょい落としてな。待って、まあ、これおろしはもう使わなそうだな。おろし普通に持ってきていいか。おろしで、スズリ効果起動して、シャマールもう使っちまってんだよな。あまりに強くてなんかもうもはやいらないって言ってたんだよ。まあ、これブラックツインシャドウかなんか持ってきとくか。ブラックペザーツインシャドウか。ブラックペザーツインシャドウ持ってきといて、まあ、後でサーチしようと思ってたんですけどね。でバータ特集で、バータ効果発動、うおインチキデッキシンクロ、何何、いやでもこのぐらい貫通できるんだよ、さすがにこのぐらい貫通できる余裕で。うららとか結構どうでもいいまである、割とこの盤面まで作ってしまった場合ね。そうっすね、まあ、とりあえず一旦ノーティングダッシュってなんかあれかな、あのスズリ回収の動きしに行くのが多分丸い気がすんな。まあ、ここでまあ、一旦ノートゥング出します。でノートゥングが進化召喚した場合の効果とシャマールの効果チェーン1、あ、チェーン2で、対象はスズリでチェーン3で、黒羽の旋風の効果起動して、シャマール呼び戻したらいいんじゃない。はい、結構あれだね、偶数になってきたからさ、あの新しいカード追加されて BF もなんか割と分かりやすくなってきてね。シンクロ召喚も昔はね、なんかほんと3とか4とかも奇数がいっぱい出てきて、なんかもうわけわからなかったんだけど、割とね今はわかりやすい結構。でスズリ召喚しましょう。でノーティングの効果で召喚権増えてるんで、でここまた、スズリちゃんの効果と、黒い旋風の効果と黒い旋風の効果をお前どんだけサーチすんだよみたいなね。4枚くらいサーチして、あ、じゃあ6枚か、スズリの効果旋風の効果旋風の効果してるから6枚くらいカードサーチしてるから俺今、俺こんなことが許されるのか。インチキ効果もいい加減にしよう、インチキ効果もいい加減にしよう。手札増えすぎだろ。やばいこと起きてる。でサルンガ出してどうしよう、なんか何でもできすぎてなんかもう困っちゃうな。これ一回ちょっと8シンクロしてブラックフェザー出して、はい、闇属性ドラゴン族レベル8シンクロモンスター出します。黒羽の旋風の効果起動しまして、これ4、いや4中なの方がいいか、4中な出して、はい、でやべえ、なんかわかんねえ、何したいんだこれ。これおろし特集、まあ、一応アビス出すか、とりあえずアビス出すわ、なんかわかんねえけどアビス出すわ、アビス出して、はいはい、これで一応ね何でも向こうが1回止められますよ、ましたみたいな話ですね。はい、で定位の竜騎士してフルアマルドでいいか、あ、これあれか、なんかディスパテル巻き込んだらもうちょい伸ばしてた気がするな。いや、わかんない、まあ、いいか、え、何なんだこれ、フルアマードして、フルアマードして天意の竜騎士でいいんじゃない。4と6で、まあ、どっちもいいか、こっちでフルアマード出す。はい、なんか多分ディスパテル出した方がなんかもうちょっとなんか展開伸びた気がするんですけど、あのボレアースとか出してね、ゼプロスしてみたいなことした方が良かった気がするんですけど、なんかわかんないけど、なんか強そうだからいいや、ほんで十分強いだ俺。はい、天意の竜騎士爆誕で、一応これセットして、でエンドですかね。一応墓地に、あ、シムの効果、はい、でこれ一応墓地にサルンがいて、なんかフリーチェーンでなんか1枚表側のカード破壊できますような効果と、あとブラックツインシャドウ、 あとツインシャドウの効果で、なんだっけ、シルバーウィンドウ出てくるから、まあ、2枚ぐらい破壊できるっていうモンスターをのと、モンスター効果発動したら天意の力士が除外するのと、何でも効果向こうが一応アビスがあるという感じですね。あ、治療具もあります、はい、あのモンスター効果があります向こうが、はい、もうありません、何本があるか、なんかとりあえず6妨害7妨害ぐらいあります今。どうぞ翔英、龍炎さんは、で龍炎さんが2体出てきました。でそんなの許すわけないから、まあツインシャドウ打つんだけど、でツインシャドウの効果発動して、待って、これ4、いや違う、26か、26だな、26、バータと
まあ、ノーティング解消か。はい、これで26返すと8が出るんだけど、ここ進行召喚なんか素材をあの守ってる人ないから、でシルバーウィンドとかいう最強モンスターが出て、でシルバーウィンドの効果が起動するチェーン1、対象はトークンとリュウエン君を破壊、それから、ランサのシャマーンの効果が除外されて、回収でまあスズリですね。で、黒羽の旋風の効果がチェーン4、3で発動して、ちょわからん、もうわからんちょチェーンしすぎだろ。はい、これ開始のターンバランス出るの、開始のターンバランスから動ける、4、6だから。はい、でシムからのシャワル、はい、からの効果でスズリ返ってきて、さらにシルバーウィンドの効果、はい、2枚破壊、はい、最強強すぎる、あまりにも強い。何エクレシア、いいだろう、エクレシアは OK、まあ、これはフリーチェーンだからね。で変身して、総計やっぱ多いね、なんかやってる感じね。まあ、総計はやっぱね結構強いと思います。まあ、言うて BF の方が強いけど、さすがにこんだけ盤面できるから、ね、ああ負けるわけない。ちょっと、もう竜騎士で上位すれば消えろ、お前はこの絵が消えろ、さよならバイバーイ、まったねで、チューナー出てくれ、やるやん、なかなかいい展開力だぞ。結構相手あの展開力はやっぱ素晴らしいな。アシュラ君の効果が一応あれだよな、何お前やるな、タイヤ、ちょシチューナーは消すか、タイヤの効果なかなか相手貫通力あるな、2ビル打てんのさ。いやマジでこれ絶対ボレアース出してアサルト出した方がよかったわ、ミスったわ。はい、アシュナ効果起動します。でアシュナの効果起動されてビシュダが出てきます。ビシュダは別にいいか、ビシュダはどうぞ、バグスはもうしょうがねえわ、もうもはやそれは。はい、7、8、9、10、11、11シンクロできるのか、サイコエンドパニッシャーができるのか、あでもあれか、あの源流族しか出せねえか、もう源流族しか出せねえ、出ねえわ、ならなんかわかんねえ、何も起きなかった、何も起きないまあさすがにこんだけ妨害あったらまくれねえだろ、さすがにな。なんかしかもこれちょっとなんかもうちょい伸ばせそうだったもんね今の盤面、さすがにねこの盤面はもうほんと頭おかしいぐらい伸びてるんだけど、まあ、それでもまだなんか俺展開下手くそだったから、まあ、何が言いたいかというとこの時最強ってこと、つまり合議表示が変えて、はいバトルフェーズへ行きます。はい、強すぎる、あまりにも最強。これなんかあれだな、アンケルとかどうしてたの、戦闘でも破壊しないしな、もうもはや誰が加点年ムーブできそう。対戦ありがとうございました。はい、事故りました、対戦ありがとうございました。 BF あるあるですこれ BF ね、これあるんですよね、これあるんですよ、どうしよう。まあなんか一応三妨害と言えなくもないからこれで頑張る一応三妨害と言えなくもない、これは正直。ちなみにうららからちょっとねスモールワールド経由して BF につながるカードを入れると、それがまあ自己負担になるので入れてないんですけど、一応入れることはできます。はい、どうしても事故りたくないという方はそれを入れてください皆さん。アシュナ、なるほど、まあこれ転移総研だな、転移総研もなんかめちゃくちゃ多分なんか多いと思う、なんか総研ねストラクチャーあの配られたしね、で結構その回し方はそんな難しくないんで、割と、まあ、爆発力はねないけどね正直 BF と、まあ、比較しちゃうと。うわうざ、待ってアシュナこれ除外した方が怖いくね、アシュナ君これ除外した方がいいね、リクルート入る可能性あるよねこれね。まあちょっと先にあらかじめ除外ムーブなんかある、天元の竜輪、なるほど、はいはい、いいでしょう、うららだなあの時竜装権限と天元の竜輪くらいしかうららの打ちどこないかな。双剣ってさ基本ムーブの中でさ、うらら踏むカードって本当あのバカヤのドローぐらいしかないんだよね。あのバカヤのドローでチェーン隠されて石章のサーチャー通っちゃうし、でその後のなんか竜炎の効果もうらら打ちどこねえしみたいな、まあ、でも天元の竜輪か竜装権限に打つしかないです。あとエクレシア、おっと意外と相手止まったんじゃないこれ、そんなもんない、これおおよし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 、でかいバータ、なるほど。でもこれ逆に言うと相手も誘発結構持ってそうだよなこの感じ。
なるほど。まあ一回ちょっとスモールワールド経由させてもらいたいんだけど、なんかあるかなこれ。スモア打ちたい。頼む、通してくれ。いやー、いやまあでもいえいえ、バータがあるからいけるか。一応なんとかなるな。あの旋風とバータでも一応いけるので、はい、あの妨害は作れるので、まあそれちょっと見せていきたいと思いますね。はい、こういうハンドも基本的に効きますから。黒い旋風の効果を起動しまして、ですね、これはトップの卸じゃないと特殊ができないから、サルンガは2000、あ、まあ、一応サルンガもできるか、サルンガもできるけど、まあ多分さすがに多分あのアビスの方が強いんで。なんかあんだよなこれ、何これ、何、まだなんかあんだけど、これ何、これ無限保養とかエフェクト上だったらやばい、やろう。地獄のデュエルが始まったようだな。面白くなってきたじゃねえか、面白くなってきたな、バトルフェイズ。ターン終了だよバカ、誰がリンク召喚とか入ってるんだよこっち。どうしな、一生、まあでも俺もまあまあ妨害してるから、まあ人のこと言えねえな。相手うららを、まあエフェクトベーラーしか打ってねえからな。あちょ、それ無理無理無理、全然無理全然無理。爆野爆野ね、オッケー、爆野爆野で無限包容ぶち込みます。で双剣士爆野くんの効果を無効にさせてもらいたい。よし、で手札1枚何かによるけど、龍炎だったら多分さすがにさっき使ってるから、まあ龍炎ではなさそう。オッケー、バトルフェイズ、バータぶっ壊された。くそ、俺のターン、ドロー、いける、アドバンス召喚ある、いける。うお、アドバンス召喚、あらあれよ、ブラックフェザー毒風の使命召喚してこう時の効果、やめろー。何このデュエル、地獄なんだけど、マジで一生相手どっちもお互いに動き出せないんだけど、これ動き出した方が勝つ。いや相手バカやから、多分これ次のターンに動かれます、これ。終わりました。地獄れ、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 スタンバイフェーズ、メインフェーズ、バカや召喚効果って言われた瞬間にちょっと3連打します。さすがに無理なんで、やめてください。いや、相手動かないぞこれ。おー、セットカードだ、きっと。いやー、これ暗転が怖いですね、非常に。暗転があまりにも怖いといったところ、私のターン、ドロー。いやー、まあ、ワンチャンあるぞ、ワンチャンある、ワンチャンあります。その伏せカードなんだ、その伏せカードないや、その伏せカードないや、リポチリソースないもんな。一応召喚するしかないんだよな、これ。もう召喚して、まあ、旋風あるんで、一応サーチを入りますね。で、これ多分当てて、けど、バクエなんで、抹殺の指名者。え？抹殺の指名者？え？旋風は無限包容枠さ。どういうこと？デッキ圧縮ってこと？あんま、あんま関係なくないですか？それ。なんかあんまなんもそれ関係ない気がするけど、まあいいや。これ、これいけるんじゃね？ブライのバータの効果発動します。で、ゼッペと、チヌーク墓地送って、シンクロ召喚ブラックフェザーアスタルトドラゴンで、サレンガを特殊召喚で、一旦ゼッペ使いますか。旋風戻して特殊召喚していく。オーケー、これ実質旋風プラスチヌークの展開ですね。はい、旋風プラスチヌークの展開見せられそうです。でボレアース出して、でボレアースの効果起動して、レベルをね2にしていく感じですね、基本的には。まあこれレベル1にするとなんかアビスとか出るんですけども、だからもうアビスにするか、まあ、ディスパテルとかにするか、ちょっとこの辺はまあ展開によるんだけど、今ちょっとワンキルしたいんで、こうしまして、で、ですね、これはですね、サルンガ使いに行って破壊してってやったら、多分ワンキル取れそうだね、これね。サルンガ効果起動して、除外して、爆破する、
で、ここで銃してディスパッテル出す。で、まあ、全然 BF 関係ないんだけどこの人で、アスタルト足して、よいしょ、これで、ね、なんのこれ365ありますよね。 ありますね。まあ一応蘇生して、あれ、てかバギアですけどね、相手の手札で、ボレアース、オッケーで、バトルフェイズ、オッケー、対戦ありがとうございました。いやー、なんかめちゃくちゃ激闘じゃなかったあー、相撲は可能性感じるんだよな。怪獣一応サーチできるんで、このデッキ。なんか怪獣サーチから、なんか相手の盤面一回しょってみたいな。おー、恐竜だ。やばい。え、恐竜ってエクシーズ結構使う気がするけど、まあでもあれか、シンクロ塾でもできるのか。なるほど、ミセラサウルス君の効果が起動されて、まあ、メインフェーズで何も効果受けないっていうか、まあ、何もないけどね。うん。うらら落ちた人生でした。すいませんでした。アルゴ、はい。アルゴザウルス君の効果起動して、ビビー&キラサウルスが破壊されて、はい、超越進化薬ベーターが、持ってこれて、でビビキャラサウルスが、オビレラプターを呼び戻し、オビラプターの効果で、これ卵サーチだな、これな、無召喚剣使ってないな、うん、おー、ローヤル加工プチャノドいいやん、召喚、あー、キモいね。で、プチラノドンが破壊されて、ベビー&キラーサウルスが戻ってきて、でさらにプジャノドンの効果によって、デッキから、上級レベル4以上だっけ、レベル4以上のゼノメテオロス君が出てくる。はい、でゼノメテオロスで卵破壊、あ、まあ、俺だったらエルフするけど、ここは先に、あー、やるやん、やるやんけ、あ、声聞こえてる。でスプライトエルフ、はい、で卵を蘇生させてる、はい、M、まずいね。ゼノメテオロス君の効果が起動されて、これまた卵が叩き割れるね。ビビキャラちゃん破壊されすぎたね。卵から生まれすぎたね、恐竜が。あまりにも。で、クロスザウルスできた。で、ビビキャラサウルスの効果によって、レベル4以下の恐竜族モンスターが特殊召喚できるため、これ卵が割れた結果、スクラップラプターか。スクラップラプターが特殊召喚。なるほど。あ、これ中7と中7以外だ。これ8と10できん、あ、12か。8と10できんのこれ。強えな。天意のリアクション、いいカード入ってんな。汎用カードだもんな。ちょ、待って、ここいつもあれだもんね。ドルカとかラギア出してるけど。確かに、普通に進化もできるな。フロソザウルスでゼノメテオロスで、赤き竜。赤き竜超越進化メーター。やばい、まずいぞ、みんな、レベル12シンクロが出てくる、これ多分まずい、あーまずい、無限保養しかない。いや、冷静に考えたら無限保養無理だったわ。スプライトエフェル俺やん。あ、やめようぜ。よくないやろう。ふざけんなマジで。おもんないねん、このモンスターマジで。おもんないねん。キングのデュエル全然エンターテイメントじゃないんだけど。